ロックオン、ロックオン、いけ、駆動砲、駆動砲発射、駆動砲発射。お、インポスター駆動さんとか。イビルか、イビルむずいよな。ナイスー、ナイスー、よかったよかった、よかったよかった、完璧です。ナイスー、えい、あ、どうしたの、終わりません。早いな。あらちゃん、道の真ん中で止まってました。お、怪しいな。言い訳したくないんでしません。なんだよそれ。なるべく視認情報は作った方がいいので、これイビルのやつって見ても平気なんだっけ。あら、あら、いろいろ言いたいことあるな。話いい、うん、死人がなければ俺が話したい。どうぞ。停電になった時、バイタル見たけどまだ誰も死んでなくて、うん、で、多分あの5秒以内ぐらいのキルで中野くんとはすれ違ってて、エレクトリカルの、2番下のところから、左の方に向かっている動き。で、今回のエレクトリカル あの構造って結構ややこしくて、87412みたいな感じで動いてるんだけど、中野くん言ってるとしたら必ずセキュリティがメインホールらへん。藤宮がセキュリティを通って今エレキの4番にいるので、藤宮視点ではメインに向かってるかエレキで死んでる。俺このターン貨物タウン脇で、貨物ラウンジでアーカイブの扉が閉まってるところまでしか行けてないですね。アーカイブ閉まっ、先に、はい、畑佐工はミーティングにいるので高畑できます。はい、ジニア視点はキッチンの方に工藤丸さんを置いてきてるので工藤丸さん無理です。あ、言ってたの。アーカイブに伊豆さんを置いて、配電盤貨物のところにハイブリさんがいてたと思うので、あ、そうです、無理やと思います。はい、エレキの構造上、もしエレキ内で死んでるとしたら1番のみ、4番まで行ってるんやったらね。僕は4番に入った終わりなんで、やったら1番はギリギリ分かんない。うん、しか1番しかありえないと思うので、多分1番やったら2番からやったら光ると思うから、メインに行ってると思う。あ、うん、そうね、1番はねありえない。俺が中野くんとすれ違った後に、うん、中野くんがまたそこに戻っ、あ、まあガチャガチャやったらありえるくらい。ガチャガチャ、いや、ガチャガチャに戻って、あ、そうか、戻ってたる可能性はあるけどくらいかな。タイムさん宿舎脇ですよ。そう、宿舎脇で、全然、コックピットと武器庫にしかタスクがないので、メインの方に行き、エレキへ行きで、ちょっと趣向を変えて貨物の方に回ってみたって感じです。でも太田さん視点でイズブリって厳しそうなんですよね。割と厳しそう、うんうん、イズさんはまあギリギリあるかもわからんけど、メインへ上がってて右へ来てたらシャワースでドーンあるかもしれんけど、ハイブリさんはもう配電盤の前におるんで、うん、で停電直してるのが僕で、即ボタンなので僕は無理。一番太田さんも厳しいってことになります、イズブリ視点。いや、まれてるからね、厳しいんじゃないかな、基本的には。僕はトータスを見てないので、はい、トータスさんがその右に行くのは見てます。はい。はい、ただまあ、俺が配電盤にいるのを先に言ってくれたから。エロ名。名屋さんってどうなんすかね。まあ、一応容疑者には入ると思う。誰にも見られてないから、マジこのターンは。見てますが、最後ミーティングのはしごでシェリフです。ほい。ほい。さあ、無事名7。うん。
はい。あ、無事なんだ。死体地がシャワーです。押される直前にレポートが光りました。直前、畑迫君がシャワーから女性に入ってきているので。クソ怪しいですね。畑迫ってあの、アーカイブで停電中に左側に行って停電直しに行くのかと思ったら、引き返してシャワーの方行ってたんで。めちゃくちゃ怪しい。メイヤさんがどこにいるのか分かんなかったし、メイヤさんが僕初手で言えば藤宮よりメイヤさんの方が怪しいと思ったから、メイヤさんがどこに行くのかなっていうのを確認したくてシャワールームの奥の方まで確認しに行ったんですけど、メイヤさんはおらず、シャワールームメインって言った時に、あ、俺はアーカイブで助手をしており、僕が配線やってハイブリさんの発見です。あ、アーカイブタスク終わった後に奈々子さんと正午期の右で見合ってます。停電中なのに僕のことが見えている。いや、停電すれ違ったよね、アーカイブの左側で。あ、じゃあそれは対抗で大丈夫。あとさこと連れ違ってはないので、そこの面では対抗。アーカイブに迷惑がいたのは確かにそうなので、はい、もちろん、まあ、俺視点は畑迫君が直近に見えてるから怪しいなと思うけど、もし直近キルで迷惑がやってる可能性も俺の視点はあるっていう感じです。どっちも公平に。畑迫の動きがそもそも、めちゃくちゃ怪しくて、アーカイブでタスクをしてる最中に、停電になったんですね。で、アーカイブのタスクを、終わらせる前に一回その左上のタスクのところに行った時に畑迫が扉のところにいたんですよ、左側の。なのに畑迫がそれ引き返して右の下の方に行くように見えたので、めちゃくちゃ怪しいなと思いつつ、アーカイブのタスクを終わらせて、昇降機右に入った時に奈々子さんがいたっていうぐらい。ま、メイク視点ださ、畑迫ってそのこっち切るヒット候補ってこと今回の。いや、切るできると思いますよ。停電中に、停電直さずに下に行ってるんで。まあ、とりあえず旗目返しっていうことは分かって、メイヤさん視点で奈々子さんが弾けるんですよね。奈々子さんってヌーンで来てます？ヌーンで直そうと思って右来たけどもすぐ戻った。あ、うん、じゃあ奈々子さん無理です。とりあえず各視点で弾けるとこも出していきたいんですけど、ナイスだねとか。伊豆トータスは結構エレキとかにいるんで。ネロちゃんはバイタルから来たってこと？誰かその前に会ってる、ネロちゃんと。バイタルで誰かとすれ違ってます。ネロちゃんとすれ違ってます。あ、じゃあ一応弁当の可能性あったけど、会ってるんだったら大丈夫だと思うね。行きます。視野が広いですね、メイヤさんは絶対に。視野が広いというか、普通に畑そこ見えましたよ、俺。見えるんだったら僕も見えないとおかしいです。畑さん、じゃあもう核人外狼ってこと？メイヤさんが。メイヤさんはもう確定で。いや、まあ、狼かはマットのワンチャンあるけど、人外です、確定で。まあ、畑そことロラで大丈夫です。この主張する時点でおかしいんで。ロラで。メイヤさんに入れてます。ちょっと即ボタンを押したい。俺リアクター右行きます。初手も加味して絶対メイヤさんがあると思うんですよ。この初手がなんで俺に確定なのかが分かんない。そもそも畑迫してんで、藤宮が死んでるんですよ。いや、だから藤宮だけじゃないでしょ。はい、ミスを、はい、まあ旗名で、ローラーでいいとは思うんだけれど、うん、まあさっき畑迫が言ってた通り、確かに初手はミヤちゃん視点で、ミヤ七名がキルに書かれてきちゃったんじゃないかと話しちゃったから、メヤ君から釣りは別に全然あり得たのかなとは思ってはいる。やはりなんですけど、畑迫視点でそもそもそのミヤ七名だったのに、七子さんがなく、俺になった、俺だけに焦点当てる時点でおかしくないですか。まあそれは視界が広いとかっていうところで、畑迫的にはもう確定的にメヤさんだと思ったから、メヤさんと対抗でいいっていうぐらいのレベルだと思う。今日はまあ俺釣り大丈夫。ローラーだったらメヤ七だったけど、もう畑迫釣っちゃったんでメヤさんで釣りたいと思います。スキップ入れたんだけど、スキップってもう一回誰？あ、僕です。うん。そうだね。そうよね。結局、中野くんの機能に書かれるのって、俺かメイヤくんかミヤちゃん以外っていなかったんだよね。っていう話になるかなと。なんで、なんか、釣るとしたら、とりあえずメイヤ7かなと思っていて、そもそもハイブリさんの死人を全て信用した上で、あの話で進んでたと思うので、うん、それがもし違うかったら、そもそも白白ローラーになる可能性もあるから、僕はスキップに入れてました。釣るとしたらメイヤ7かなと思ってました。あ、俺も同じく。あ、じゃあ、まあ、とりあえずメイヤ君釣れば大丈夫かな。俺がもしインポスターだったとして、俺は停電直してるからマットメイトがないので、うん、で初手は俺がキルできないので、その場合相方位置 にいるのがメイヤ7、もう一度誰だっけぐらいだから、で今回の人やったらメイヤ君やから、メイヤ君まで釣れば俺がインポスターだとしても一陣外は落ちてることになる、ね。うん、一応メイヤ3票って誰じゃ。僕は入れてます。奈々子さんもメイヤ君に入れてる。ハタネロ、あとハタ、
で、俺とイズがスキップだとは。俺は畑迫くん。まあ、どうしてもちょっと死人が直近やったので、俺を視点は畑迫くんの方が怪しく見てしまった。あとなんかあるかな。人外は確実にクルーガーに入れてそうな議論だなと思うから、うん。うん、どっちかに偏ってるだろうね。メイヤ側か、正直畑迫かどっちかわかんないけど、うんうん、確実に偏って人外は入れてそう、どっちかに。正直ナナコさんが僕に入れる理由はよくわかんなかったですけどね。僕ナナコさんと昇降機の右で見合ってるから、割と僕が言ってることって結構ナナコさん視点であれかなと思ったんだけど。まさにネロちゃんが言ってる通りだけど、間違えた。不死身はナナコ名屋で、ああそういうことか。格だったから、俺視点名屋君人外格なんだよ。なるほどね。初手洗った方がいいかもしれないな。そしたら初手はこれで終わりかな。いや、うん、ナナコさん、どうあれなんだろう。危ない危ない。どうだよ、配置できてないからワンチャン負けあるかと、うん、いやリアクターだったな。いやでもリアクターでも高橋さん持ってきたから無理かな。びっくりしましたね。またそこお前の白の時のパッションが強すぎて無理だ。びっくりするから、もうだって後ろで死なれたら。まあこの人はシャワーで死んでて、俺がシャワーメインって言ってるから、まあ、うん、怪しい気になっちゃう。黒丸さん相方だったら、コミサボワンチャンあったら、もう一人、黒丸さんともう一人しかいなかった。そうだから、ハイブリさんと工藤さんがいたのが、はいはい、いたから、コミサボ鳴らして、工藤さんにハイブリさん切ってもらった時間軸で自分が切ればいいかなっていうふうに思った。うんうん、ほら、あ、もしか。使ったな。もしもし、はい、ネロちゃん、その死にある人いますか？ないです。ないです。いいんだよな。初手貨物で湧いたのって剣士と俺とあともう一人誰だっけ？俺です。いや、俺もいるよ。ハイブリさんもいた。はい、ハイブリさん、高田さん、トータス、ナナコさんの4人です。で、ナナコさん以外がダウンロードして、割とほぼ同時に終わった印象やから、むちゃくちゃなんか高田さんとハイブリさん白いなと思ってみた。でもさ、その後トータスさんとブリちゃんはエレキトリカルの方来てさ、あ、はい、ガチャガチャやってなんか、剣士は上側行ったってこと？なんかちょい下、ちょい下降りた後に上側行った感じですかね。だったら多分剣士別に白くはないんじゃないかなとは思うが、うん、うんうん、そうそう。で、このキル関われるのって、まあ俺視点の話をすると、今のトータスさんの話を総合すると7ブリ等が難しそうで、いつ黒剣士かなっていう感じにはなるんだけど、うんうん、いかがでしょうか。どれぐらいのタイミングのキルかにもよるんですけど、今ミーティングに伊豆さんがいたのを俺が後入れ見つけたので、あ、はい、ね、1個だけ言うと、伊豆駆動高田だったらほぼ駆動だと思ってる。理由があって、名屋が、クルーだった世界線って7個畑底人外しか俺ありえないと思ってるから、うんうん、7個が今回白い位置に入るんだったら、投票実績から考えて駆動ぐらいし、まあ俺と伊豆スキップしてるから何とも言えないけど、まあまあまあそうですね。まあイブか、まあスキップもそうね、インポスターにはリガー、まあまあそうね、まあね、スキップも最後さ、トータスセキュリティに入ってきた時って7個もう一回視認してる、ガチャガチャしてる、セキュリティ、あ、エレキに入った時は見てる。あれセキュリティ最後トータスだろ、来る前もまだエレキにおった、エレキの下の方ですれ違って、あ、じゃあほぼ到達視点で7個は無理っぽい、無理っぽいと思う、うん、よっぽどのことないと。ごめんね、初手切るって本当に富士7名しかできないって認識でいいんだよね。その場合って2キル目が名屋クルーの世界線って本当7旗しか絶対ありえないから、うんうん、道鶴も発生してないから、名屋がクルーの世界線っても7旗で、うんうんうん、で今回7個ができないんだったら名屋が人外各レベルになると思ってるから、うんうん、だと思うんだけど、どう思います？いや、それは合ってると思う、合ってるけど分かるよって思う。ただ僕を釣るぐらいだったらタスクで僕あと3つなんで行ってほしいな。マット誰やろ、ハイブリさんがもうその旗名釣る進行行った時点でハイブリさんが来てるんで、ハイブリさんが一番白やと思うんですけど、7タスのいわゆる老強とかはもうあんまり警戒しなくていい感じですか？ね、これは、あの、ハイジャンバー見てる、ハイブリさんが直して、一番左。ああ、当て当てる当て当てる。これ、マット誰？伊豆さんかね。伊豆さんはないでしょ。エロちゃん？いや、俺はシェルフ。あそこはシェルフ。いや、僕、あのパターン、スキップ入れた人絶対クルーだと思うんだよ。人外だったらパタサコに入れればいいと思うから。ああ、確かに。まあ、でも。待ってた、めっちゃ面白いけど、まあ、ないだ
え、伊豆さんマットってあんのかな。加田さんは停電直してたね。ご主人が分かってなかったらあるか。意外と助け。あ、入った。あ、マジか。マジか。誰？あ、伊豆さん。伊豆さん、伊豆さん。あ、やっぱそうよね。議論的にはそうよね。巻き位置次第で結構マットタスク回らんから。タスク割ってなくてスキップ入れた説あるのか。武器庫からこのスキャこれこれキルでいける。あれこれいいんじゃない。2キルいけるぞこの位置は。いけるクズさん。クズさん、あとタスク次第。よし、はい、うまい。2キルした。したしたした。マジ。でもタスク的に、あ、いい。それタスク終わります。よかった。ごめん、タスクは終わらない。タスク終わってます。マジっすか。俺宝さんに勝てる気しねえ。タスクは終わらない。なんて言えばいいんだこれ。釣り進行ってことですよね。ナノコさんが終わらないんなら。うん。あ、高くど対抗なのこれって。じゃないですか。宝さんが言ってなかったですか。工藤しかいないって。まあ投票実績だけでいくとですね。あ、別のあれなのか。いやむずいな。あれですか。まあ僕マットです。あ、え、そうなの。そうなので、スキップ入れます。ドインポスターでしょ。僕っすか。あのね、7個クルーの場合はほぼク、そう、駆動になっちゃう。いや、マジでたどり着いてましたね、だからさ。いや、投票から追うともう駆動しかいない。頑張れ、駆動丸。すまねー、これ駆動丸いけ。前に駆動さんか、もう早く捕まえたかったな。お、やった、伊豆さん。ナイス、ナイス2キル。頑張れ、頑張れ、駆動丸。頑張れ、頑張れ、駆動丸。隠れてないよ、残念でした。7個はこう見えてもうタスク終わってます。おー、いけ、駆動派。俺が1個も終わってへんと。1個も終わってないってのは合わせた。あ、いや、これは見つからない。いやいや、そんなことはないけど。頑張れ。ここなんだ。ここ終わってない、やばい。頑張れ、あ、見つけた。ロックオン。ロックオン。ロックオン。いけ。駆動砲。駆動砲発射。駆動砲発射。駆動砲発射、ナイス。ジジイ。ナノコさんに入れます。ナノコさんはスピーカーミュートのままです。あれ、ナノコさんに入れます。これナノコさんだけタスク終わってなかったら面白いな。あと10秒あれば、あと10秒あれば終わる。よっしゃー、ナイス。皆さんありがとう。あと10秒あれば。GG、 ナイス。UFO でかっ。ナイス。すごい。ちゃんと逃げなく到達したらもう1個残ってる。1個も終わってないよ、さすがに。ウソだった。いや、惜しかったですね。いやね、危なかった。いや、そうか、マット残ってるか。わー、ボタンなかったんだよな。マット、そう、誰かと思ってた。いやー、高いぞは絶対来るだと思ったな。うん、いや、そうね、もう入れてたな。もう一個前だったな、申し訳ねえ。いや、俺もスキップ入れてたな。いや、工藤さん、ナイスキル。2キル良かったですね。ねえ、いいとこで切ってた、マジで。いや、ラッキーっしょ、あれ。